はい、どうも、りょうへいです。そして、どうも、クレイジーピーでーす。そして、こんにちは。リクベースボールチャンネルのリクトです。礼儀正しい、お願いします。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。前々から告知はしてるんですけど、翔平 TV で二方プラスユーポンチャンネルだったりとか関西方面の皆さんと撮影をするっていうのがあったんですけど、まさか ね前乗りしてこの二人がそうですね、前乗りして、ね、まず埼玉に寄っちゃおうぜって、はいはい、夜おかしいけどねっていうことで僕がちょっと行けなくて、ね、遠征にで、まあ来てくれるってことだったんで、今日一日頼ませませていただきました。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした埼玉は。いやね、寒かったそう、意外とね、平野なんだけど周りが山で、地方が北関東が山で、そこからの全部風が来るから風が冷たいんですよ、埼玉って。寒かったけど、でも今までにない楽しい撮影ができたんで、まあ暑い撮影ができたかなって。できたっすね、はい、楽しかったです。いろんなことを教えていただいて。あ、まあ、そうだよね、今日大江さんも、うん、そうね、その動画はどっちが先に出るかわかんないけど、まあ、まあ上がると思うんで、そうね、はい、ぜひ見てください。で、お二方はね、今後明日からね、ちょっと撮影日順的にずれちゃってるかもしれないんですけれども、あの明日から翔平と、そうですね、静岡でからの大阪の、撮影ですね。まあなんでそちらも動画の方がもしかしたら早いかもしれないですけれども、翔平 TV も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、今日まあもうこんだけ暗い時間になっちゃって、そのすっげえ野球楽しませようともらっちゃったからこの時間になっちゃったんですけど、そうなんですよ。そうですね、ちょっとグローブねたくさん持ってきてくれてるので、めっちゃ持ってきました。僕が遠征に行けない分ちょっと残っていただいちゃって申し訳ないんですけど、全然全然全然、グローブの方を紹介させていただければなと思います。OK、はい、です。それではやっていきます。はい、ということで、あまりにも寒すぎたのでモントンさんの中に入れさせていただきました。寒かったです、はい、まずピザの方から、そうですね、グローブを紹介していただこうと思います。はい、選び抜いた結果の紹介なので、あとはヒロと頼んだよ。まあ残りいっぱいあるんで、とりあえず今日は一部だけ紹介したいと思います。そうですね、はい、じゃあまず僕とね同じメーカーのものがあるみたいなので。あ、そうですね、それをちょっと紹介していただければと思いましょう。はい、そう紹介します。はい、こちらです。来ましたー。見たことあるよね、メーカー。見たことあるラベルですね、トレジャーの。これこだわりまくりじゃないですか。それね、やばいっす。やばい気がする。やばいっす。でまずちょっと僕の方からここやばいなっていったポイントがあるんで先に喋らせていただくと、まずまあウェブですよね。 P、 そう、クレイジー P の P ですね。背面の内野用で背面紐通し、背面紐通しです。これ小指2本ですよね。小指2ですね。はい、指カバーがこの位置についてて、で指カバーが指当て側ですよね。そうです。おーい、このね刺繍、薬指に、しかもはみ出しが途中で切れてる。そうです。こんなことできるんだと、メジャーリーガーじゃないですかっていう。そうなんですよね、うん、通常やってないですで、あとこのベルト部の刺繍ですよね。ここも多分普通やってないですよね。これは普通やってないです。いやー、これで他になんか特徴とかってあります？他にで言うと玉はみ、全部色が違うんですよ。お、マジだ。玉はみ全部色違います。すげえ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 。え、悔しい、気づかなかった全部色違いますし、あとロゴですよね、あのトレジャーのロゴ。このロゴってないんですよ。ないですね。僕もオーダーする時にいろんなロゴ見てたんですけど、これは見なかったっすね。僕しかつけてないロゴです。やば、最初からやばいの紹介してもらっちゃったなこれちなみになんですけど、はい、かなりこだわり詰まってるじゃないですか。そうですね。お値段ってスポーツ店で買った人あることある人は分かると思うんですけど、値引きとかいろいろしてもらえるじゃないですか。それを考慮しての9万円。あ、お腹痛くなってきたやば。僕のトレジャーでも値引きしてもらって4、8とかだったんですよ。それでも軟式用だったら十分高いじゃないですか。高いです。倍やないかいいっていう。そうなんですよ。やば。公式用でも9万いくグローブってないんですよ。ない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 。沼にはまってる方のグローブですね、これは。そうなんですよね。はい、こだわりがあって、辻とじもどきみたいになってるんですよ、実は。本当だ。ここがかなり長い。なるほど、辻閉じを広く使うんじゃなくて、わざと浅く使ってここ長くすることで小指2本を使いやすくしてる。辻閉じの新しい使い方。そうです。うわ、これはすごいな。で、やっぱね、あの寺田レザーですよね。そうです。なんで寺田ですね。少しもちっとした感じで。そうです、そうです。油分もかなり、元の油分が多い。多いですね。そうですね。 なんでしっかりとそのしっとりした仕上がりも結構しっとり、黒の部分のツヤとかもねかなり出てるので、はい、さすがです、ね、紫でね、その質感出るのってなかなかないですね、うん、紫もかなりしっとり系な質感があるので素晴らしいですね。めちゃくちゃ気に入ってる一品ですね。ごめんからこんなの紹介しちゃったじゃあ続いていきましょう、はい、続いてのグローブなんですけれども、こちらはですね、 IP セレクト山本由伸。そうっす、アルモニア。初めて使ってる人見たかもしれない。あ、マジですか。普段売ってるアルモニアってここがワッペンなんですよ。うん、そうですね。ロゴワッペンなんですけど、これは展示会限定の取扱い店舗に数点しか出されない直筆集バージョンのラグジュアリーコレクション。やば。
ちょっとお借りしていいですか。はい、ありがとうございます。中にもね、実は IP の刺繍が入ってるんです。本当だ。いやもうまずこの中にちょっとアルモニアなんで見えづらいんですけど、 IP の刺繍がまず、はい、入ってます。アルモニアの平裏に刺繍って入れるんだっていうのがまず言ってるんですけどちょっと重め。アルモニア自体が特殊な形してるんで、はい、そうですよね、はい、皮が多い分ちょっと重たいかも。ただそれもあの全部バランス、このアルモニアの中指を出すバランス、ね、重さはあまり感じないんじゃないかなって感じないと思います。なんつっても皮が最上級キップレザーです、うん、柔らかい皮ですよね、はい、別にグローブ自体が柔らかいんじゃなくて、はい、皮が柔らかい。そうですね、上品な赤ちゃんのお肌みたいな。僕もキップの時よくその叩いしますツヤですよね。ツヤ、ツヤはすごいです。 T さんってもしかして背面紐通し好きっすか。背面紐通しね、実は結構こうちょこちょこ好きやったり。やっぱりそうですよね、はい、なんかそんな感じがするなっていう。さっき言ってたこのラベル部分も、ラベル直視で逆向きなんですね。ピッチャー用で逆向きもあんまり多くはないじゃないですか。多くはないですね、うん、でなおかつこういう縦型のグローブで、で普通は順巻きにするイメージが僕の中ではあったので、そこ逆向きっていうのはじゃあさらにポケットを広くっていう、ね、あるんやと思うんですけどね。純正でそれになってるんで。へえー、そうなんだ。いやこれはこれはね、沢村賞だわ。染め惚れですマジで。ですよねこれはちなみにお値段は、それがね7万何千円とか。ああ記憶が飛びそうだ。ここまでねむちゃくちゃ高いとは思わなかったんですよ。うん、高い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 。違う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 、違ったっすか。1個目のグローブが高すぎたせいで、もしかしたら皆さんも感覚が麻痺してるかもしれないですが、高いです。でも公式用なんで。あ、まあ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 、まあ、水のプロより高い気もするけどな。わかりました。シルクのグローブ、水のプロの刃かと思ったらいいんですよ。あ、なるほどね、なるほどねって納得しちゃいけないんだけど、刃かってことは思ったら一緒ぐらいの値段じゃないですか。うん、言いくるめられてるなそれクラスのグローブっていうことですね。散財したい方はぜひどうぞ。お年玉入った方はありがとうございます。いいっすごめんなさい、時間があれなんで。最後にすごいとっておきのグローブを用意しました。あ、ちょっと待って、もう見えちゃってるけど値札ついとるやん。値札ついてますこれはね、僕使用用でじゃなくて、はい、鑑賞とか鑑賞用と記念品として買ったグローブです、はい、こいつが日の目を見ることがないので僕の家に飾られてるだけなんで持ってきちゃいました。はい、どうぞ、はい、応援ありがとう。下は木の玉ストレート。球児さん、球児さんです。球児さんですか。引退記念モデル、去年のラスト登板日ですね。そうです、ラスト登板日です。刺繍されててやば、こりゃ確かに鑑賞用ですわ。そうなんですよ。だからこのグローブと全く一緒のデザインのものをつけて引退試合。なんならこれあれじゃないですか、片番大きさとかも全部全く一緒です、ね、全く一緒です。でこの刺繍もその引退の時はもう藤川球児の2020年っていうのが入ってて、これがじゃあ引退の、そうです、引退の時に全く一緒のグローブをつけてやば引退試合をしたと。まあこれはね、ホップするストレート投げれそうですよね。そうなんです、受注生産で全く一緒のを販売すると、はい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 、そうですよね、去年ちょっと話題になってた。まあ僕もちょっと聞いてはいたんですけど、はい、ザラックスの担当者さんから言われたのでそこで即決しました。どんな人と繋がっとるんじゃってもうあれですもんね、正直使ってないから特徴とか分かんないですよね。分かんないです。単純に僕も球児さんモデルってもうはめたことはもちろんあるんですよ、ショップとかで売ってるの、はい、大きいなっていう。あ、大きいですね、基本的には大きいです。で思いっきり横型だなっていう、はい、もうひねり潰す、ひねり潰す、握り潰したろうかぐらいの、はい、球児さんの球威が生まれてるグローブだなっていうような力の勝負をやってる人のグローブだなっていう感じの、あまりにも語彙力がなさすぎてあれなんですが、本当にでもそういうのが結構、うん、出てる。でこれもまたやっぱり紐通しで、まあそうですね、まあ多分、まあ、全部偶然なんでしょうけど、ね、1個言ってたのが、はい、担当者さんが言ってたのがこのウェブあるじゃないですか、はいはい、ウェブも握りやすくするために2本切り込みを入れてると。じゃあもう完璧に横型に特化した人のグローブってことなんですね。はい、そういえば確かにそうですね。高校の時の僕の同級生がこれの左モデル使ってたんですけど、はい、ザナックスで確かに横に入っててピッチャー、左ピッチャーで横にすごいグローブ使ってたので、はい、確かに切り込みがあって曲がりやすそうだなっていう、そうグローブのウェブ自体が、はい、とんでもないの持ってますね。ちょっと買っちゃいましたね。やばい、沼にハマってんな、ほんとに沼です、マジで沼ですグローブは沼。じゃあまたぜひちょっと今度語れるよう、はい、ぜひぜひ心待ちにしております。またまた来ますんで、もっと今度はね、あの僕が全部のグローブを語り尽くしてみた動画っていうのを、それはありかもしれない、はい、ぜひ撮らせていただければと思います、はい、それでありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、続いてね、リクトに来ていただきました、はい、僕もね、こっちじゃなかなか見ないグローブ持っていたので、ちょっとはい、ご紹介していただければと思います。はい、マーゴさんのグローブになります。これはそこに言ったら絶望が待ってる町田さんの。そうです、2008年常葉菊川、はい、甲子園決勝、準優勝、あの守備は本当に驚愕だったっす。そうですね、僕も中学校の時見てました。自分も YouTube で見てました。おっと違うな、
年代が違うな。それ6個も離れてればそうだよな。そうですね。ちょっとお借りしてもいいですか。はい、ありがとうございます。え、何すげえなこれ。何のメーカーに似てるっていう感覚が全くないっす。そうなんですよね。なんか大体どのグローブもなんかいろんなメーカー似てるな、このメーカー似てるなってあるんじゃないですか。ありますあります。全くないかもしれない、新感覚。自分も初めてはめた時すごい新感覚で、すごいフィット感がすごく良くて、はいはいはい、顔質も良くて、しかも軽いっていう。そうですね。いや、持った感じまず一番最初に思ったのが軽いなって。そうですね。のと波形面の針がめちゃくちゃいいです。張ってるグローブ。そうですね。っていう感じがすごいするのと、顔質自体がかなりきめ細かいですよね。そうですね。さっき似てないって言ったけど、強いて言うならアトムズさんかなと、それもちょっと違うけどっていう、本当に新しい、僕が今までに感じたことのないグローブをなってるので、これかなり最初から油分多そうですよね。すごい油分多くて、湯もみした時からかなり重量が減ってすごく軽くなって、すごいな。逆に湯もみして最初の油分落としちゃうぐらい油分がね普通湯もみした後ってその油でオイル、まあ、代わりしたりとかなんですけど、逆なんだ。それで落ちて軽くなっちゃうぐらいって。軽くなって、しかもオイル塗らなくてもブラッシングでバーンって焼けば、まあ、奥から。そうです。さすがだな、もうこれも。あ、でこれこだわりあれですね、小指のあれ抜いたんですね。来ました。これ自分が今軟式野球やってまして、はいはいはい、しっかり掴みたいので小指2本使用で使ってます。なるほどなるほど。いやこれすごいな。親指の線ちょっと分厚めですか。ちょっと横にと分厚めだとは思います、うん、こういう風にちょっと分厚めかもしれないですけど、まあその分芯が厚いってことはね、一回使ったら離さないですから。そうですね。いやもう本当に守備特化、本当に取ることに特化したようなグローブ で意外と深いですね。自分は結構深めが好きなので、横が呼吸面ちょっと広めで、上下がすごい深い方が自分は好きなんで。そうそうそう、思ったのが、そうです、指また入ってってないのに広くて深いなって。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。